で、あの愛知だと強豪って結構あるじゃないですか、中京ですとか、うんうんうん、名電もそうですし、あの競泳とか、あの当時そうですね、愛知四強って言われたのが愛知、東邦、中京、名電だったんですよ、うん、今でいう愛工大名電、うん、で、槙原さんは大府に行かれたんですか、はい、なんかそれって理由みたいなのがあるんですか、そこを選んだっていう、なんか私立行くと野球ばっかり やってそうなイメージなんですよ、うん、で、僕らその学校ってみんな名古屋なんですよ、うん、僕は名古屋よりもちょっと中部空港、今のある空港の辺の家のとこだったんで、まあ通うのもめんどくせえなと思ってそんなんで決めるんですか、いや、だから野球漬けになるか、はい、プロに入れると思ってないわけですよ、中学3年の時って。あ、その時はもう全然思ってないんですか。思ってないですよ、自分がどこのレベルにいるかってまだわからないじゃないですか。ただやっぱり野球だけに行っちゃうと、その後大学とか行く時どうするのとか考えたんですよ。だからやっぱり大学の行ける高校に行きたかった。あ、だから普通 あの普通高校に行ったん でその後に、まあ、大学出てどっか就職してっていうふうに思ってたんで、うんうん、だプロ意識してたらもうどっぷりそっちに行ってますよね。あ、うん、そこでしのぎを削ってみたいな思いがあったんだろうけど、俺なんて無理だよと思ってやってたんで、うん、その前だとどうなんですか、例えば少年野球とかやってる頃。少年、調布リトルなんてさ、それは都会の人がやる野球でさ、俺らソフトボールしかなかったよ。小学校の時ソフトボールチームしかなかったから、うん、俺らソフトボール下でこうやって投げてた、それを打ってたから、調布リトルなんて公式でやってたんでしょ。そうです、僕ら公式です。中学僕ら軟式なんで、うん、リトルリーグはどうなんですか。ないないない、愛知っていうのはないないないんですか。多分チームとしてなかったんだと思う。愛知もやっぱりね、野球盛んなところなんで、多分名古屋の方に行ったらあったのかもしれないけど、公式をその中学でやるなんていうのは考えられない。あんな硬いボール嫌だと思ってたし、ね、うん、やっぱりほらもっと柔らかいボールで野球やりたいじゃん、ね、でも例えば僕らは、例えばプロ野球とかって、うん、高校野球もそうですけど、見ると公式を使ってやってるのを見るじゃないですか、うん、小さい時に、うん、だそうするとなんかすごく憧れじゃないですけど、そうそう憧れた、ありますよね。でもそういうの、まあ、まず最初スパイクに憧れたの、はい、もう中1の時スパイク、中1はねスパイク入っちゃいけないんだけど、中2の春から入っていいんだよ、金具のやつ、金具のやつはもう中1の冬にはもう買ってて、 家の周り履いてたあの音がたまんないんだよね、サクサクサクって、で、あのアスファルトの上を歩くとカタ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 、もうね、それが嬉しくて嬉しくてさ、それをやって、中2になったらこれ履けるんだと思ったら嬉しかったな。だからまあ当然11は球拾いだとかそんなのばっかなんだけど、やっぱり野球やれる嬉しさみたいなものはあの頃に本当戻りたいね、純粋に。そうですね、僕自身も、僕スタートリトルリーグなんですけど、うん、で調布なんですよね、うん、調布って入ってるんですけど、やっぱその調布って入ってるユニフォームを着ることがまず第一だったんです。楽しかったですね、はい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 、かっこいいから、かっこいいから、もう何やるんじゃないですね、別にユニフォームを着て野球やんなくてもいいから、ユニフォームを着たりとか帽子をかぶりたりとか、そうなんですね。もう初めてユニフォーム買った時なんかもうずっと着てたりよ、うん、そんな感じなんだな。そう、みんなそうよ。だあの頃の気持ちをやっぱり大事にしたいし、うん、そういう子じゃないとうまくならないんだと思うんだ、うん、な。大輔は中学の時とか自分で走ったりだとか練習特別なことやってた？やってないです。やってない、はい、その調布リトルは土日だけ練習なんですか？ほぼ毎日です。学校が終わってから、はい、僕らだと多摩川の土手が、うん、土手のところでやるんですよ、うん、が、うん、まあ、全然違う。どうやって行くの？自転車です。調布から多摩川の自転車、多摩川場所が違うんですよ、ずっと流れてるんで、調布の方にあるんですけど、はいはい、ただ僕の生まれは深大寺っていうところでちょっと離れてるんですけど、うん、そこから自転車で30分ぐらいかけて行くんですけど、もう行くとちょっともうあの内蔵設備があるわけじゃないですから、日が暮れてるような感じなんですよ、うん、だから行ってそこでちょっと軽くというか一通り練習して、うん、みんなでランニングして終わりみたいな感じだったんですけど、うん、そう聞きたかったんですけど、槙原さんみたいなああやって速く投げる人いるじゃないですか、うん、なんか持って生まれたもんですか、なんかしたんですか？僕ね、小学校の頃に、まあ、小学校のもっと低学年の頃に、めんこってあったでしょ、はいはい、めんこやったことあります？やってます。俺すっげえやってたの、小学校の時に
ものすごいこう近くのお寺で行ってこう並べてこうパッとぶつけてこう飛ばして、はい、で取り合うみたいな、取り合うんですよね、ね、取り合うやつやる、せんべいの缶を持ってそう、そこで持ってってこうやってやれってバーンバーンってちょっとここに油を塗って重くしていっぱい飛ばせるようにしたりだとか、そういうのをすっげえやってたらめちゃくちゃ投げる動作と同じじゃない、一緒ですね、このこれが、はい、だからすっげえ強くなったんだと思う、ガキの頃に。でもおかしいですよ、僕もやってるのに早くなんない頻度が違う、違うんですか、頻度が違うと思う、俺すっげえやってたからガキの頃それ大好きで。それは小学校、小学校の低学年、低学年です、うん、だから多分基礎がそこでできたんだと思う、まあ、当然背も大きかったし投げても遠くへ投げれたら肩強かったから、はい、あるんだけど、でも使い方はそうですね、すごいこう似てんだよね、はい、今思うと、はい、で江川さんがほら川の向こうに石を投げたとか、はい、なんね、稲尾さんがローコイだとかそういうのはないかなと思って、だから俺はこれだなと思ってる今も、うん、すごいそれが自分としてはやっぱ基礎じゃないけどある程度基礎体力みたいな、はい、完全に肩の強さみたいなのないとダメだから、そこが作ってくれたかなと思ってるもんね、こうですね、うん、だから絶対にいろんなことをやらせた方がいいね、そうですね、だから今の子供たちに、はい、で俺らの小学校ってソフトも、サッカーも水泳大会も陸上大会もその学年でいいやつは全部で出れたのよ、うん、決まりがなかった、だから小学校の時、はい、何の大会も全部出るわけです、全部ですね、全部出ちゃうから、あのやっぱりオールシーズン全部やれるから、はい、すごい体力つくよね、あ、うん、だそういうのはありがたかったね、今思うと、うん、ここかこれでもね、見てる皆さんなんかは、うん、だけど、参考になるんだけ ど、ね、だけど、じゃあ今めんこやろうって言ってもなかなかめんこできないよね、うん、でも最近はよく店で昔のこう玩具じゃないけど、ああいうのがあったり、うんうん、まあ、駄菓子屋さんもそうですけど、はいはい、ああいうのがちょっと復活してきてるのがいるんで、うん、手には入ると思うんですよね、うん、ただこれをまあ全部見て鵜呑みにしてめんこめんこって言ってもこれ確証がないんでだからまあ今は YouTube というものがありますから、小学校のうちはどういうふうなことをやったらいいかというのをもう一回ちょっと考えてやればいいと思うんだけど、ただ僕一つ言えるのはそのスポーツを全部やったっ、ね、だから今水泳をやらせたりだとか野球ばっかりやらせないで他の筋力とか肺も強くなるじゃない、はい、そういうことも含めて僕いろんなことを最初の小学生の時代はやらせた方がいいと思って、僕野球ばっかりだったんですよな、そういうことだよ、あのスポーツって言ってもまだその当時だったらあのなんですかゴルフがあるわけでもないし、うん、まあ、ないっていうかそんな普及されてる時じゃないし、でサッカーにしちゃってそんなにこうみんなでやるっていう感じじゃないじゃないですか、授業でやるとか、うん、その程度だったりで水泳は入っちゃいけない、あ、まあでもじゃあ東京に生まれたからそういうちゃんとしたところあれば俺もそこ行ってますよ、絶対に絶対上目指すじゃない、俺はプロになりたい、じゃなれると思ってなかったけどやっぱりやってる以上になりたいなと思ってるんだけど、え、野球に目覚めたのがいつぐらい、もう小学校3年ぐらいからかな、3年、うん、なんか面白いよなと思って。